おはようございます。体のお加減の方はいかがでしょうか。お気になさらないでください。では朝食をお持ちいたしますね。ご当主ですか。お嬢様、ご当主を待たれますと朝食と昼食を一緒に食べることになりますが、よろしいですか。はい、ではすぐお待ちいたします。おはよう。少しな。いつもより起きる時間はずれたゆえ、頭がついていってない感じじゃ。だからそれは気にするな。好きで付き合ったんじゃし、わしだってお主のそばにおりたい。お待たせいたしました。本日は洋風にしてみました。お嬢様のお口に合うと良いのですが。なんでもない。早く食べれ。はい。それはようございました。お飲み物はアイスティーでよろしいですか。安綱殿なら、お婿さんの間違いでは？いや、そもそも結婚など。おやおや、私はどちらでも構いませんが。アイスティーになります。器の方も冷たくなっておりますので、お気をつけください。はい、こちらは不発酵のダージリン茶葉を使ったものになりますので、正確には紅茶ではありません。トマトは関係ない。それよりわしは反対じゃぞ。出会って間もない男女が互いをよく知りもしないのに結婚するなど。はい、そうですね、お嬢様。ダメじゃ、絶対ダメじゃ。離婚の主な原因は性格の不一致じゃぞ。結婚してから互いを知るなど甘い見通しじゃ。大体結婚は人生の墓場とも言う。考え直すなら今のうちじゃぞ。ああ、そう言われましても。どうなさいますか、お嬢様。二人揃ってたばかりおって、安綱殿まで。人が悪い。申し訳ありません。もう知らぬ。義王殿、ご安心ください。私にはご当主のお世話という大切なお仕事がありますので、
しばらくは身を固めることはできませんから。ご当主もいい年ではないか。そう世話を焼くこともなかろう。そうなるとよろしいのですが。ああ、だり。おはよう。おはようございます、ご当主。ああ、おはようさん。やつな、なんか目が覚めるようなやつくれ。はい、ただいま。お前、具合は大丈夫なのか？なんて強がってはおるが、また体調を壊すことも考えられる。ご当主、しばらくは多めに見てやってくれ。汚れは汚れ、まだ土地の気に慣れていないのでな。気の巡りが極端に悪くなり、体調を崩しやすくなっておる。もとより女子はおの子よりも気の影響を受けやすい生き物じゃ。そのあたりのことも踏んでやってくれ。な、つまりはどういうことだ。妙に小難しい言葉使うから半分も理解できなかったぞ。あまり無理はさせられないということじゃ。2、3日もすれば気は馴染むじゃろ。それまでは符を使うのは控えた方がよかろう。だってよ、まあそんな化け物がうちの里に出るわけはないし、それで問題ねえよ。で、今日はどうする予定だ？そうか。まあぶっ倒れない程度に頑張れよ。記録を上書き保存する。良いか。ああ、鬱陶しい。遊ぶならよそ行け、よそ。佐藤さ暇だろ、遊ぼうぜ。遊んで遊んで。暇じゃねえし、遊ばねえっつってんだろ。ほら、とっとと帰って宿題でもやれ。佐藤さ嫌なこと思い出させんなよ。もう宿題なんて終わったもん。だから遊んでよ、お兄ちゃん。バレバレな嘘つくな。ほら、帰った帰った。おい、何ニヤニヤ見てんだよ。さあな。そんなことよりお前は何しに来たんだ。そうか。じゃ、俺も邪魔しないように退散するか。頑張れよ。you
記録を上書き保存する。なんだお前か。入るなら入れ。霊気が逃げる。大丈夫だよ。ほら、お前も休んでく。こんな炎天下の中で歩いたら死ぬぞ。俺さっきちょっと外に出たけど、人が過ごせる気温じゃない。おとなしく休んでろ。お、甘えとけ甘えとけ。やすな、こいつにも何か用意してやってくれ。どうした？そんなに負けたのが悔しかったのか？もっと初心者ハンデ欲しいのか？言ったな。望むところだ。この世には逆らってはいけないもんがあること、骨の髄まで教えてやるよ。記録を上書き保存する。お帰りなさいませ、お嬢様。はい、あとはご飯が炊き上がるのを待つだけです。いえ、お嬢様のお手を煩わせるわけには参りませんので、どうぞお気遣いなく。いえ、これが私の仕事ですので、お嬢様も何かお召し上がりになりたいものがございましたらお言いつけください。さあ、もうできますので。うむ、安綱殿から凛への届け物を預かったのでな。届けてくる。うん、お主までわしをわらべ扱いしおって。うん、では行ってくる。なんだ、出かけるのか。そうか、なら俺も一緒に行く。うん、別に暇だしな。付き合ってやるよ。おい、別に怒ってるわけじゃないから、そう身構えるな。って、わり、話しづらいか。そっか、
ならお前に聞きたいことがあるんだけど。なんかうまく言葉が見つからなくってな。もういいや、直球で聞く。お前さ、昔俺と会ったことはあるか？そっか、そうだよな。でもお前を見てると懐かしいってそう思うんだ。こんなのおかしいよな。記録を上書き保存。ああ、そうか、お前もそうなんだな。知らないのに懐かしい。こんな変な気持ち抱えてるの俺だけじゃなかったんだな。お前見てるとさ、なんか胸が痛くなるんだ。いや、胸が締め付けられる。そっちの方が近いな。苦しくて悲しくて懐かしい。なんでこんなことを思うんだろう。な、いや、俺何言ってるんだ。なんかすげえ恥ずかしいこと言ったような気がする。いいや、言った。ああ、もう、何言ってるんだ、俺。今言ったの忘れろ。違う、忘れるのはダメだ。絶対、誰にも言うな。聞こえない。もっとでかく返事しろ。よし、いい返事だ。神社の方だな。ああ、あら、あの時の。また会えて嬉しいわ。てめえ、あの時の。なんでだよ。あいつは化け物だぞ。アヤ。はい、太夫様。あれがお前の言っていた娘か。はい。そう。
なんだよ。ずいぶんといびつなついで。あ？お前何言って。あや、行こう。ここは君の肌に合わないだろう。はい。それでは、ごきげんよ。大魔師のお嬢さん。ああ、今度のはさっさと切らなきゃいけないやつだな。数が多いな。バーカ、女に守られて逃げるなんてダセーことできるか。さっきの奴らに比べたら、ま、雑魚だな、雑魚。とりあえず切れば死ぬんだよな。記録を上書き保存する。了解。ザ、さっさと終わらせるか。お前は後ろな。苦手なんだろ、前に出るのは。ま、こんな奴ら俺一人で十分だけどな。人形？いや、あれも化け物か。こうすりゃ切れるのか。せい！もう負けてらんねえな。よっしゃ、どっちが多く倒すか競争だ。手抜いたら減給な。
包帯あったぞ。使っとけ。どんくせ。社務所の中で休めればよかったんだけどな。お前8、俺2ってところだな。修繕費がいるところは依頼金から引いておくから。冗談だよ。壊れてるとこなんてまあないだろ。あっても八つなに言えばあいつが直すから気にすんなよ。歩けそうか。ほら捕まれ。ふらふらしてるくせに何が大丈夫だよ。お前さ、根性あるのはいいけど、怪我した時はすぐ言えよ。ガランド、そのように思うた。あの社に祀られているものですか。正確には祀っているわけではありませんが、あの場には荒神が封じられています。その眷属も一緒に。結界はかの神を封じるために貼られております。それから里を外界と隔てるためのものも、あの場を起点として貼られております。結界とはいつかほころびるもの。お嬢様たちは、その兆しをご覧になられたのですね。お嬢様、どうかなされたのですか。まあ、その結界の話とか、俺初耳なんだが、どういうことだ。申し訳ありません。先代からほころびが見えるまでは伏せておくように仰せつかっておりましたゆえ、先代がご存命中に結界の修繕は行われ、まだ10年と経っておりませんのに、もうほころびが現れるのはおかしなことですが。まあ、あの女、アヤって言ったか。あいつら何のために神社にいたと思う。お散歩とか。んなわけあるか。俺はその結界を壊そうとしてたんじゃねえかと思うんだが。ありえなくはないだろう。もう結構な時間になってるな。とりあえずもうお前は休め。あ、ちょっと待て。部屋まで連れてく。まだ足痛むだろう。強がり言うな。いいからほら甘えとけ。バーカ、これくらいは迷惑のうちにならねえよ。それより包帯変えなくていいのか。信用なんねえな。変えるから動くなよ。うわ、血だらけじゃねえか。
傷がなくなってる。悪い。でもお前、傷は？そっか、そうだよな。気にすんな。じゃあこれ捨てておくぞ。お前なんか変だぞ。まだ傷痛むんじゃないのか？なんだよ、その態度。わかった。そこまで言うなら、もう何も口出さねえよ。じゃあな。まだ起きておるのか？邪魔するぞ。失礼します。その後藤氏と何かあったのか？はい、それはもう。安綱殿、そんな正直に言ってはならん。もっと遠回しに、こう、オブラートに包んでだな。後藤氏の機嫌云々はさておき、お嬢様。社で負傷なされたのですよね。そうですか。怪異は払われたとはいえ、お嬢様の血がそこに残っておりましたら、また他の怪しを呼ぶやもしれませんね。安綱殿、なぜそのようなことを言われるのか？確かにあやかしは血の匂いには敏感じゃ。けれど、血が少々落ちているくらいでは集まりはせぬ。けれど、その血が怪しにとって何者にも代え難い貴重なものでしたら、話は別。でしょ？桔梗の地、桔梗の地、鬼さえ狂わせる甘美な地。神はそれに準ずる者に捧げるため、脈々と続く煮えの一族の地でしたら、ね。他の名ですと、鏡作り。ああ、人弁貴毒とも言いましたか。この者の血が、その地であるというのか？おや、違いましたか？義王殿、
私はお嬢様に危害を加えるつもりはございません。お嬢様に流れる特異な血は処置を間違えば大変なことになります。ですから。わかった。お主がそう言うのならわしは従うだけじゃ。お嬢様、そんな、顔を上げてください。私のような下賤の者に頭を下げるなど。あなた様は、そのようなことをされる方ではない。どうか、お気になさらないでください。出過ぎたことを申してすみません。それで、安綱殿。用向きは何じゃ。昔、お嬢様と同じ血を持つ方と縁がありまして、その血の処置ならば知っておりますので、怪我をなされた場所をお聞きしたら、そちらへ出向こうかと思いお尋ねしたのですが。安綱殿、すまぬ。いえ、すべての席は私にあります。いたずらにお嬢様たちの不安を煽るような物言いをしてしまい、申し訳ありません。処置の方は私にお任せください。はい。では、失礼します。とんでもないことをしてしもうたな。人に向かい、術を使おうとするなど。殺す気だったのか、こんな小さな子を。シュン！大丈夫じゃ。痛みはない。少し、香を焚くか？傷はいえ、血は止まったといえど、まだ残りががする。のう、本当にこの依頼を続ける気か？お主も感じておるじゃろう。この里の、妙なざわめきを。この依頼は、凛に半分騙されて受けたようなものじゃ。断ることだって、今ならできるはずじゃ。まだ、依頼を続けるのか？そっか。嫌ではない。わしはお主の選択に従う。ずっと、そう言っておるだろう。つまらぬことを聞いた。忘れてくれ。にしても、黒い蝶か。黒い蝶は、死霊の化身とも言われておるからな。蝶が、人の死や霊魂などと絡む伝承は世界各地に残っておる。
例えば、南欧のある国では、蝶が魂や不死の象徴とされておるし、ある宗教では、復活の象徴とも言われている。日本でも、盆時期に祖霊が黒い蝶に乗って帰ってくる、などという地域もある。それに対し、白い蝶は死者を送るものらしいが、おそらくな。この地は住民の少なさも相まって、死の汚れにはほど遠い。資料など湧くはずもない。その綾という綾かしが、何の目的でこの里に現れたかはわからぬが、気をつけねばならんな。結界のことは、わしも調べてみる。張り直すことはおそらくできまいが、ほころびを作ろうくらいはできるじゃろう。では、そろそろ部屋に戻る。お主も早く寝るのじゃぞ。おやすみ。記録を上…そろそろ戻ろう。皆帰りを待っている。うわっ。いや。いや、どうして。記録を上書き保存。保存せぬ。